怒ったっていうよりも喜んだかびっくりした。ユニクロはユニクの Q が本当は C だったんですね。 UNICLO、 それが香港でバイング事務所を作るときに登記案したときに Q になったってなんですよ。で Q の方がかっこいい、あこれはクールだなっていうふうに思って、それから Q になった。結果として良かったんじゃないかなっていうふうに思います。